じゃあ、ソラシの練習をするので、まずその音の高い低いをやってみてください。どうぞ。そう。ね、鏡見ながらやってます。どうぞ。そうです、綺麗に弾けてますね。そう、低いの優しく。そう。OK。 で、今度ラは。そう、ラ。タンギングね、トゥートゥーをやってみましょう。そう、トゥーですね、高い方は。お、上手。よし。もうちょっとお腹をしっかり使ってやっていきましょう。はい、もう一回、ダーラー、どうぞ。ね、その時にさ、まずお顔を動かさないようにね。はい、もう一回やってみましょう。はい、どうぞ。そう。で、惜しいね。そうです。次は1個指を離してシーシー行こうか。そう、いいね。お、頑張ってますね。そう、シの音はね、たくさん指を離すのでちょっと楽器支えにくいですね。しっかりお口のところにペッタンで楽器をくっつけてやってみてください。そう。で、下を向くとただ高いほど難しくなるからね。お顔まっすぐ向ける。そうです。あ、惜しいね。もうちょっと息が強い方がいいかな。ちょっと深呼吸して、はい。はい、じゃあもう一回やってみようか。お、おっしゃるとこがちょっと違うな。そうです。で、上向こうか。そう、お顔が下に。そうです。上手です。で、高い音が切れます。じゃあ今度はまなちゃん、ソーラーシー、ソーラーシーで、そうやってみようか。じゃあまず低いソーラーシーを吹いてみましょう。そう。そう、どこやったかな。そう。一応調節してみて。で、それで強く吹いて。どの変化。そうです、ね、そこのところにちょっと力を入れて頑張ってみようか。じゃあ今度高いソーラーシーやってみましょう。はい、そうです。力尽きたね。ちょっと休憩しようか。はい、じゃあもう一回ね、高いソーラーシーの練習してみましょう。どうぞ。しっかり吸ってお腹に力を入れて、ね、高いとこ吹くときね。そう、低いときは吹くときね。しっかり吸ってお腹力入れて。お、できた。はい、吸って。あ、今綺麗にできたね、まなちゃん。上手じゃん。バッチリです。はい。もう一回、じゃあ今度ね、高い方のソラシばっかりちょっと続けてやってもらっていい？ソラシばっかり。はい、もう一回吸って。そう。じゃあ、まなちゃん今度さ、ソラシ、うん、シラソって上がって降りれる？高い方でやってみようか。うん、
とね、メリさんの羊の高い方が綺麗になってます。そうです。そうそうそう、そう、口にね、力が入ると今みたいにピッて高い音、もっと高い音になるから ね、口の力はできるだけ楽にして。じゃあもう一回できそう、やってみましょうか。ね、ソーラシシラソの練習です。そう、深呼吸してね、息たくさん使うからね、うん、深呼吸して、はい、いけそうならどうぞ。休憩しましょうかね。はい、ちょっとメリーさんの羊を練習してみましょう。そう、タイミングね。そうそう、まっすぐ。ごめんね、ちょっとお顔触るね。お顔、そうそう、まっすぐ向けてください。向いてくるので、下に向くときつい、ちょっと休憩するね。 お顔が下に向くとちょっと低い音になりがちなので、しっかりね、お顔をまっすぐね、この鏡の方にね、鏡の方を見てまっすぐ吹いてる、吹ける。じゃあ低い方から連続でできそう。低い方と高い方で、そう、最初低い方のメリさんの羊を吹いて、次に2回目高い方で吹けそう。うん、いや、ちょっと練習してみましょう。で、タンギングしっかりしてる。そうそう、タイミング入れて、そうです、そうです、そうそう、まっすぐ向いて、お顔まっすぐ鏡見て、そうです、しっかり大きく吸って、お、そうです、いいよ。休憩が終わりましたので、今日の最後の仕上げです。じゃあ2回吹いてください。どうぞ。頑張りました。じゃあ今度ね、来週のお話をしますね、はい、来週は今度ね、お姉ちゃんのピアノ伴奏に合わせて2人で合わせてみたいと思うので、はい、ね、お家で一緒に練習できそう、お姉ちゃんと、うん、できそう、ね、できそう。ほんならまた頑張ってやりましょう。はい、終わりです。ありがとうございました。はーい。